螺鈿は加工された貝殻をいろいろな模様にして打ち込んだり貼り付けて装飾する韓国の伝統工芸です。多様な光沢が特徴で、光の角度によって違う雰囲気を醸し出し、宝石のように華やかでありながらもほのかな輝きがあります。日本では螺鈿よりも漆塗りをした上に金や銀の粉をまいて装飾する蒔絵と呼ばれる技法が発展しました。この工房では螺鈿で飾られた王妃の部屋が再現されています。品格のある装飾の一つ一つに感動があふれています。螺鈿のブローチ作りも体験でき、特に女性に人気が高いところです。